皆様、こんにちは。政治エンターティメントニュースに関するチャンネルでございます。これから本日のトップニュースをご覧ください。市民権を得てきたコスプレ。矢野経済研究所に2018年度のコスプレ衣装の市場規模予測は約340億 関連サービスの市場規模予測は116億円だと言う。そこで人気コスプレイヤーたちの自慢の写真を一挙公開し、コスプレをするようになったきっかけは、去年フェチモデルを始めた際に、ツイッターにアップする字取りで猫耳をつけたのが始まり。コスプレの魅力とは、 私服では着ないようなタイプの服も着られるので、新しい発見があり。自分の私生活もアップデートされたり、趣向が変わるので、視野が広がる。これマジ。コスプレイヤーの苦労はありますか荷物が多くなってしまう。コスプレ関連の失敗談は、特にない。これからコスプレをしたい方へのエールをお願いします。 私も長らく見る専門でした。実際やり始めるに衣装の用意やイベント参加などわからないことだらけ。で、いざ始めてしまえば勝手に手が動くし、友達が増えたり自分ができないことはどんどん周りの人が手助けして、カメラマンさんはめっちゃ優しいです。まずは衣装を着るだけ。 メイクだけ、などできることから始めてみてください。私でもできたから大丈夫。岩沼桜2月25日生まれ156センチメートル趣味は、お酒、ライブツイッター岩沼桜撮影場所、コスプラペース撮影